なあ、なんで初心者殺しの群れの討伐なんて引き受けたんだ。一匹ならともかく群れだぞ。俺たちには荷が重すぎないか。カズマは何を弱気なことを言っているのですか。我が爆裂魔法があれば一撃ですよ。腕が鳴ります。実は最近アルカンレティアへの道中に群れが出没するらしい。旅人や行商人が困っているそうで、ギルドから依頼があったのだ。そうそう、困った人は放っておけないわよね。溜まりすぎた酒場のツケを払うことだけが目的じゃないのよ。ああ、そんなことだろうと思った。それにしても今日はよろしくお願いします。シエロが一人でついてくるとは珍しいな。アクセルハーツはいつも一緒にいると思っていたのだが。はい、実は少しだけ思うところがありまして。何？喧嘩でもしたの？懺悔なら女神の私がいつでも聞いてあげるわよ。あの、結構です。喧嘩もしてませんし、仲良くやってます。むしろ仲がいいことにあぐらをかきたくないというか、僕日頃からリアちゃんたちにはお世話になりっぱなしですから。シエロはむしろ世話をしてる方なんじゃないか。時々リアの部屋の掃除もしてやってるんだろう。それは確かにそうなんですけど、そういうのを差し引いても迷惑をかけてることの方が多いので、握手会で男の人を殴っちゃったりとか。ああ。だからリアちゃんとエリカちゃんの力を借りずにクエストを受けて、お礼のプレゼントを買いたいんです。なるほど、日頃の恩を返そうというのか。それはいいアイデアですね。きっとリアもエリカも喜ぶと思いますよ。あの、なので今日のことはリアちゃんとエリカちゃんには。わかってるわ、内緒にしてほしいってことでしょ。任せてちょうだい。一生懸命頑張りますので、ふつつか者ですが皆さんよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくな。それにしても仲間に日頃お世話になってるお返しか。いいな、俺もそういうこと考えてくれる仲間が欲しいもんだな。おい、なぜ私たちの方を見ながら言うのだ。そうですよ、だいたいお返しをしてほしいのはこちらの方です。私なんて何度もカズマさんを生き返らせてあげてるし、この前なんてトイレ掃除を交代してあげたじゃない。あの、ちょっとすみません、皆さん。ちょっと待て、トイレ掃除はともかく、俺がよく死ぬのはお前たちがトラブルを起こすせいだろ。すみません、話を聞いて。カズマがよく死ぬのはカズマが弱っちいからでしょ。それにね、トイレ掃除は甘く見ないでちょうだい。あれは お願いですから話を聞いてください。びっくりした、シエロもこんな大声出せるんだな。それになんだか怯えたような表情をしていますね。一体どうしたのでしょうか。まさか私たちが言い争ってる間に恐ろしい初心者殺しの群れが背後に迫ってるなんてことはないわよね。なんてことあるんですよ。これだけの数の群れは初めて見るな。群れの奥の方を見てください。なんだか色の違う個体がいますけど。おそらくは変異種ですね。普通の初心者殺しよりも強そう。さしずめ中級者殺しといったところでしょうか。変異種とは面白い。さあ、その獰猛な牙で私の体に噛みついてみせろ。ダクネスさん、全くおじけつかずに。僕も負けていられません。リアちゃんたちに恩返しをするためにも、皆さん力を貸してください。このスバ、これで最後ですか。なんとか片付きましたね。
これからアクセルの町に帰るとなると到着は深夜。無理せず今日は野営をした方がいいかもしれないな。もしかして僕の体力を心配してますか？大丈夫ですよ、まだ歩けますし。違う違う、夜になるとうちのパーティーはなぜか必要にアンデッドに狙われるんだよ。誰かのせいでな。仕方ないじゃない、私の神聖なオーラは隠しきれないんだから。ということで今日は野営だ。シエロも腹減っただろ。そうですね、たくさん動いたからペコペコです。そうとなればまずはシュワシュワとおつまみよね。へいへい。ごちそうさまでした。たまにはこうして自然の中で食べるのも悪くないな。ま、食事中に2度もアンデッドの襲撃にあったけど、誰かさんのせいで。私たちは討伐クエストに出てきたのよ。モンスターに襲われるなんて予測できることじゃない。こいつ開き直りやがった。皆さん本当に仲がいいですね。そろそろ付き合いも長くなってきましたからね。それにアクセルハーツだって仲がいいではありませんか。そういえば今回の報酬でリアとエーリカに日頃の恩返しのプレゼントを買うと言っていたな。はい、リアちゃんには喉をケアする健康グッズがいいかなと思ってて、エーリカちゃんは可愛いものが好きだから衣装につけられるリボンとかアクセサリーを買おうかなと。みんなのことをちゃんと考えてるなんて素敵ね。ところで皆さんにもお世話になりましたし、何かお礼がしたいのですか。気にしなくていいって。でもせっかくだからもらおうか。なるべく役に立つものをお願いします。あの物とかではなくて、僕の特技でお返ししたいなと。体で支払うということか。こんな夜更けにそのような。そういうことでもなくて、僕の本分は踊り子です。もしよかったら今ここで踊りを披露させてもらっても構いませんか。あら、いいじゃない、見せて見せて。それじゃあ始めますね。少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。皆さんに最大級の感謝を込めて。おお、なんというか、これはなかなか幻想的ですね。月の光の下だからだろうか、シエロが普段より大人びて見えるな。私も負けてられないわ。それ、花鳥風月。おお、キラキラして綺麗だな。アクアもたまにはいいことするじゃないか。うん、悪くないな。普段は観客としてお金を払って満員の会場で見る踊りをたった4人で独占してますからね。シエロはお礼と言うが、こちらがお礼を言わなくてはな。このスパランプに火を灯したら、さあ出かけよう、始まるよ。